私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。千の風に、千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。秋には光になって、畑に降り注ぐ。冬はダイヤのように、きらめく雪になる。朝は鳥になって、あなたを目覚めさせる。夜は星になって、あなたを見守る。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。死んでなんかいません。千の風に、千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。千の風に、千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。あの大きな空を吹き渡っています。はい、こんばんは。今夜もね、千の風になって歌いました。2016年5月の10日火曜日の生存確認ね。火星存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく、ね。いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、どうもね。よかった。なんとか礼儀前でね。いいね。はい、どうも。はい。さて、どうもね、今期はね、どうかな？今、下がってるかな？さて、今日は久々アルコールバーナー使おうか。今日はアルコールバーナー、久々アルコールバーナー行きましょうか。アルコールバーナー。やっぱこぼれちゃう。いいか、これ。危ない、こぼれちゃった。いって、じゃあ、アルコールバーナー行くよ、今日は。今日はアルコールバーナー。トランジラ。もうないかな、ガスないか。あ、ついた。今日はこれでね、ポークソーテーやろうと、ポークソーテー。じゃあ今日はこのトランジラのアルコールバーナー、ポークソーテー焼こうかな。持ってくんね、ポークソーテー。味付きの買ってきたんでね。トンテキか、トンテキ。これね、このちっちゃいフライパンでね、乗っけて。油ね、これ。トンテキ、この間買った、これ。トンテキいいかな。もうこの間日曜日買ったやつ、これがね。今日はこれを焼きます。アルコールバーナー、これでね、このトランジャーのアルコールバーナーで、ちょっと水分拭いとこうか。ただ焼けばいいんだよね、これ。適当なブラシでね。油は引かずにか。
加熱して油を引かずにいいか。油引かないでいいんだ。やっぱ豚の油出るからね。油引かないでいいんだ。油引かないんだよ、よく。また、じゃあ、トンテキ。今夜トンテキだ。まあ、できるまで、冷やしトマトも作ろうかと。ね、冷やしトマト。あっと、まだ。そしたらトンセでいいかな。じゃあ冷やしトマト、冷蔵庫で洗って冷やしておいて、あと発泡、今日はね、銀の韓国産の安い発泡酒、税込み、やっぱ安いね、韓国産はね、これ税込み98円だった、参考缶かな、これ。銀のね、銀の韓国だもんね、これね。じゃあ冷やしトマト、おー、いいね、冷たくなって、はい、いただきます。うまいな。今夜試合してもらった。うまい。さて飲もうか。発泡酒。これ赤札堂で買いました。はい、乾杯。トンテキ開き始めましょう。トンテキすぐ焼けないと思うけどね、一気よく焼く。油を引かずに使えたかな、大丈夫かな。トンテキ、じゃあトンテキです。よかった、トンテキこんなもんで半分ぐらいで、これちっちゃいから半分ぐらいで、味がうまいね。トンテキ、トンテキできるまでしょ。あ、そうだ、揚げ物持ってこうか、もう。揚げ物も買ってきたんだ。ソーダ売り場に2杯ありますね。2杯ありますね。くっついたかな。あれかな。油しなくてよかったかな。油を下に入れてられたんだけどね。なんかよく焼かないとね。焼いてきて油出るのかな。もうちょっと待って。もうこれ出てきた、出てきた。
危ないですか。トンテキね、トンテキ。あれ、好きなやつ買ってきたの、この間にしよう。来なかったのにしよう。まあ、寝ちゃったから大変ですけどね。まあいいや、ただ春巻き。でもあんまうまい。銀河のうまくねえな、発泡酒。あんまうまくねえ。やっぱ銀河の発泡酒そんなうまくないね。あんまうまくねえ。まあ、やっちゃったけど。味が飲み慣れないんだろうな、味がな。なんか違うね。あんまいい。もういや、あんまいいよ、これ。安い。98円なら買ったら税込み98円だったから、これね。あんまなんかいいよ。もっといいよ、もういいや。買ったからね、ちょっと買うのもないね。いいかな。もういいやろ、そんな食べられなくて。もう油出てきたんで、残り。本席。まあ、味付けも全然いいね、やっぱ。独特の味やからな。まあ、初めてはまあ、普通に自分で調べるのがいいね。ポークポテトね。やっぱここに油飛んじゃうね。やっぱり、このようなこれ。
じゃあ、本面持ってこうか。今日はトンテキを焼いてます。これ、アルコールバーガーでね。で、はい、これ貼ります。スーパーソーダ売りなんですね。で、発泡石。韓国産の安い発泡石で。どうも、こんにちは。今日はアルコールバーナー、トンテキね。今日はアルコールバーナーでトンテキです。どうも。よかった、火入れたら燃料なくなる。ああ、ちょうどいいじゃん。いい感じだ。どうもね。どうも、黒さんどうも。どう配信具合？どうでしょう？今日はトンテキで。配信具合どうでしょうか？もう火も消えてきた。そうね。ああ、いつものような感じになる。うん、でももう一本持ってこうか。韓国産のこれ安いから買ったけどね。あ、どうも。こっちはこの発泡酒ね、2本目。まあ買ったから飲まないでな。あんまうまくないこれ。味が合わないから僕に飲み慣れないのかしら。あんまよくないこれ。あんまよくないな、うん、買っちゃったからにはしょうがないね。4本買ったんだこれ、安かったから4本。明日2本飲もうかな、今日は4本買ったんで。明日ならガンガンに消えてると思うんで、それ飲もうか。じゃあこの辺に。あ、どうも。うん。おはつでこんばんは。今日はね、ポークソテー、豚肉を炒めたの。アルコールバーナーでね、こうやってね、ポークソテー。じゃあ、ぽい。はい、どうも、うん。こんばんはね。おはつか、どうもね。登録してくれてありがとうね。あ、よかった。なんだか0時前に帰れて。疲れたじゃん、ほんと。毎日疲れるの。ほんと仕事疲れるの、毎日。工場仕事疲れるよ、ほんと。そうね、うん。弱いけどね、うん。これ、春巻き。お互いにお疲れ様ね。これ大事よね。みんな自分だけが疲れてんじゃない。みんな疲れてるんだね。これを忘れないようにしないと。お互い様、どんなこともお互い様だからね。自分がさ、生きているとさ、いろんなことあるよね。辛いこととかさ、大変なこと。でもそれは自分だけじゃないからさ、みんな辛いんだ。そう思うようにするといいよね。
得てした人間はさ、自分だけは辛く思ってたけどさ、そうじゃないよ、みんなそうなんだよ、本当ね。みんなお互い様よ、みんなね。お互い様、人はそれぞれお互い様、例外はないんですよ。うん。うん。今日は8本、これ2本でやめとこうね、2本で。ああ、豚肉いこうか。豚肉炒めたの、トンテキってやつだ、トンテキ。あ、うまい。ああ、珍しい、これ揚げ付けの買ったんだけど、ね、やっぱ揚げ付け買うもんやめようね。普通の肉買って自分でさ、好みで塩振った方がいいよ、僕は。うん、揚げ付け買わないもん、いや、やっぱたまには。やっぱし、揚げ付け、だいたいこういうの市販垂れてさ、だいたい 甘いもんね。もう塩と唐辛子だけでいいぐらい、僕、甘味料使う。僕の場合はね、肉とか何で焼いたりするときはね、使うのはね、醤油とかもあんま使わないでね、塩と、あと、唐辛子、一味の粉もあるでしょ、粉も粉の唐辛子。あれで終わっちゃうからさ。うん。あんまいい。醤油とか砂糖とか使ってんの、どうもダメ、僕は。僕、焼肉のタレでもあんまり使わない。使ったことあるけどさ、あんまり使わないでしょ、あれ、アウトドアでもさ。うん、基本塩だから、僕塩。僕胡椒も使わない。基本塩で塩。塩だけ。タッパーに塩入れてさ。固定のきっかけのタッパーに塩入れて、あれだけ。僕のアウトドア料理って。何でも。そう、うん。塩があれば何でもうまいもんね。うん、醤油も一応持ってる。醤油、やっぱ醤油はさ、刺身を食べるときだけね、あれ。キャンプのときに。その際醤油。あと、ほとんど醤油使わないね。うん。一切醤油買ってあるけどさ、あれ。あんま使わない、ほんと。キャンプのときに醤油、刺身を食べるときも、あとは、炒め物とかでも芋では使わないな、ほんと。芋のまれ、市販なんじゃ、あれ。まあ、自分用であれ、あれだけで自分のまれし。何物なんかマジでブイヨンだけにいれば美味しいもんな、じゃがいもとか。だからあんま醤油は使わないんだろうね。うん。今度キャンプはどこ行くかな、今度は。この間キャンプは、あれ、ゴールデンウィークの時、連休の時は、群馬県の角渕キャンプ場行ったんだよな。あそこまた今度もいいけど、どうしようか、今度はな。キャンプ楽しいよね、ほんとね。よかったよね、群馬初めて行ったんだ、僕から。今も埼玉ばっかだったの。学校橋とかさ、月川荘とかさ、うん。ね、ほんと群馬、初めての群馬。まあ、群馬はあと行かないと思うけど、あそこはね、無料だからいいんだよ、あそこ。あそこのね、カラス川沿いの角渕キャンプ場はさ、ね、無料予約もなし、そういうとこだからいいんだよね、あそこ。駅からも近いしね。そう、駅からも歩いて、ほんと、1時間もあれば行けちゃう、そんな場所です。駅前にスーパーあるし、あ、こんばんはね、さすらい屋さんどうもね。今日はね、ポークソテーをね、ポークソテー。
アルコールバーナーとフライパンで炒めて、もう焼いたので、しばらく。こんばんは。どうも。今日は発砲、もうしまいぶ。これで今日は0時までよかったな。ね、最後。どうもありがとう。トビーさんどうもね。今年もってことは去年したってのはもう分かんなかった。ありがとうずっと。去年もしたんだ。あれ？去年来たのってトビーさんって。あれかなあれ。去年っていうか、おととい分かる。猿島の時に押した？分かんない。ちょっと。聞かったかなトビーさん。そう？まあいいや、分かんないや。まあ。じゃあ、豚肉最後。あ、そうだよね。猿島、ありがとうね。猿島はもうな、あそこ持ち込みできなくて、できなくなっちゃったな、猿島。あれ、カキが使えるんだけどさ、もう持ち込みができないんだよね。食材は持ち込めるけどさ、今は。あれ、ボヤがあってからさ、カキがあってからさ、猿島はね、以前みたいにね、自分で、カキ道具、あれじゃん。あれ、いろんなバーナーとかさ、あれ、ストーブとか持ってこれなくなっちゃった。向こうで用意したのしか。そうなの、今はそうなの、今はそう。あの頃はどうだったあの頃は。あれ、ちょうど僕がさ、猿島でやった頃はさ、自分で好きな、ビューロックとか持ち込めて できたんだけどさ、今できないんだよ。じゃあ最後の。これじゃ。しょうがないよな、あれ、カキが、あれ、火が出ちゃったからさ、あそこね。うん。あれがきっかけ。でもね、でもだから、カキに持ち込めなくなる。食材であれば持ち込めるけども、だから全部、向こうで用意したものしか使わない。だから、高くついちゃった。もう、だから、もう行け、もう行かないと思うだから。ねえ。しょうがないね。うん。アウトドアは手ぶらを歌ってくるとよく、何が手ぶらだかもう、よくあるいろんな業者が手ぶらでさ、で、本当のアウトドアとは言いにくいやんなもん。なんだ、金さえ出せばって。あ、僕、あんまよくない。一番最初は僕もやったけどさ、あれ、舎人公園でさ。でも、あんま、しっくり来なかったから、もうあれどうしまいだとは自分で。やっぱアウトドアは自分で用意しないとねって、そのままな、あれ、ほんと。ね。そりゃさ、お金出してさ、業者が用意してもらったのでやれば簡単でいいけど、楽でいいけどさ。でも飽き気ないよな、ほんとあんなの。アウトドアなんかさ、用意するのが楽しいんだもん、あんなの。始まっちゃったらあっという間だもん、あんなもん、ほんと。どうでしょう、あんなの。ね、いろんなさ、食材にしろ、道具にしろさ、重たいもん持ってきてさ、自分で用意するのが楽しいんだ、あれ。あれをさ、金出してさ、業者にやってもないんだ、そんな、あんなくだらない。もう僕はそういうの嫌だ、ほんと。一回やって分かったけど、僕はほんと。やっぱ、自分で全部用意してこそのもんでしょ、あれ。手ぶらでバーベキューとかやってるけどさ、あんま良くないね。うん。ね。アウトドアは全部そうだよ。ね。
自分で用意して行ってさ、帰りもさ、持ち帰って、それで、あ、全部ひっくるめてアウトドアなんだよ、ほんと。金出して面倒なことは業者にやってもらうのか、そんなもんはアウトドアだからね。嫌だね、ほんとそういうの。木炭だってあんなもん自分で火を起こしてやりゃいいんだよ、あんなもん。ねえ。やってもらったら飽きけない。飽きけないよ、ほんと。金出せば何でもやってもらえる世の中だけどさ。あんなもんやったら。重たい思いしてさ、荷物、道具持って、それでやるのを楽しいんだよ、ほんと。もうないね。今日はこれでおしまい。どうもありがとうね。今日の成分確認はこれ、トンテキね。美味しくいただきました。あと春巻きも食べて。じゃあ今日はこの辺でおやすみなさいね。今日はこの辺で。ではまたね。おやすみ。ありがとうね。また明日ね。ふーちゃんさんどうも。さすらいさんどうもね。おやすみね。今日はこの辺で。おやすみなさい。また明日。ありがとうね。